森林内で見ることができる日本最大級のアリ、ムネアカオアリ。胸部の赤い色が美しく、飼育種としてもとても人気のあるアリです。ムネアカオアリが営巣する場所は森林内のやや湿り気のある朽木、切り株、枯れ竹、腐朽木など。このためしばしば採用される飼育セットは湿度を保つことができる石膏巣です。これまで我が家で採用してきたムネアカオアリの飼育セットもほとんどが同様の石膏巣でした。そんな中、我が家に新しいタイプの飼育巣がやってきました。オリアリ工房さんのハイブリッドヒラオキスです。この飼育巣は床面に木材が使われており、さらに室内への加湿もできる飼育巣です。思えば木材を使った飼育巣でムネアカオアリを飼育したことはありませんでしたが、腐朽木などに巣を作る生態を考えればよくマッチする可能性があるなと感じました。ということで、今回はこのハイブリッド巣にムネアカオアリを入居させ観察してみることにしました。それではまず今回使用させていただくハイブリッドヒラオキスをチェックしていきましょう。ハイブリッドヒラオキスは幅 150mm、奥行き 100mm、高さ 50mm のサイズ。ステンレス製なのでしっかりとした重量感があります。この木材の床面がはめ込まれたところがアリたちの居住スペース。居住スペースの深さは 30mm と深めです。メッシュが設置されたこの場所は加湿スペース。側面に用意された給水口から中に水を入れることができ、水蒸気がメッシュを通って室内を加湿します。メッシュの面積が大きいので加湿効果は高そうですね。ハイブリッドヒラオキスの仕様はこのような感じです。さあ、アリを入れていきましょう。今回ハイブリッド巣に入ってもらおうと思っているのはこちらのムネアカオアリのコロニーです。コロニー規模は約70匹。これまでは従来の石膏巣を使って飼育をしてきました。ハイブリッド巣につないで引っ越し準備は完了。あとはアリたちの引っ越しを待ちましょう。引っ越しが完了しました。約70匹のムネアカオアリのコロニーはすっかりハイブリッドヒラオキスの中に収まりました。居場所はやはり木材の床面の方ですね。加湿スペースにはすでに水を入れてあります。季節は2月下旬。まだまだ乾燥の強い時期ですが、ムネアカオアリが無事に過ごせるかどうかが最初のポイントとなりそうです。入居したばかりのコロニーの様子を見てみましょう。いくらかの越冬幼虫と、女王の近くには産卵された卵も見えるようですね。室内には数個体、頭の大きな立派なワーカーもいます。またこのコロニーは標高 2000m 付近で採集した新女王から発展したコロニーで、体色がやや暗い色に変異しているのも特徴です。4月中旬、季節は暖かな春を迎えました。ハイブリッド巣のムネアカオアリはすっかり飼育巣に馴染んでいます。冬の間の厳しい乾燥によるダメージもなく、これはメッシュ部分の加湿機能がムネアカオアリを飼育するのに十分なだけ働いていることを示しています。給水タンクには水がなくなる前にシリンジなどを使って適宜給水を行いましょう。このメッシュからの加湿がなくなって過度な乾燥状態を作らないようにだけ注意が必要です。5月、ムネアカオアリたちはハイブリッド巣で元気に暮らしています。春を迎えてしばらく経ったことで室内はより活発に、
コロニーは成長へ向けての変化を見せてくれています。活発な産卵、幼虫の生育、繭化、ワーカーや女王の日常など、ここからはハイブリッド巣で暮らす美しいムネアカオワリたちの姿を観察してみましょう。いかがだったでしょうか。ムネアカオオワリたちはハイブリッド巣の中でとても快適そうに暮らしていましたね。今回我が家では初めての石膏巣以外の飼育巣を使ったムネアカオオワリの飼育ということになりましたが、ハイブリッドヒラオキスの十分な加湿機能もあり、引き続き安心して飼育観察を続けることができています。木製の床材は自然下でのムネアカオワリの生息環境を再現するような素材ですし、乾燥の心配もなさそうです。なおかつ唯一無二のスタイリッシュさと重厚感が味わえるオリアリ工房さんのハイブリッドヒラオキスでのムネアカオワリ飼育、興味のある方はぜひトライしてみてはいかがでしょうか。今回は以上で終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。